新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。クロマラ軍団リノです。ラバーズ J の白鳥美優です。始まりました、ガチスワガイデン3本の矢、はい、これでですね、僕が白鳥さんと第3戦目になりますね、はいはい。前回までの結果、はい、僕が0勝まさかの2敗、まさかのかっこ花火外れあり。ちょっとね、強調した方が、そうですね。で、白鳥さんが、はい、ロバーズ J、白鳥はなんと2勝0敗おー、いい感じですね。この流れなら言える。チャラになってる。そう、チャラになってる、うん、2勝2敗、チャラ、はい、ということで、はい、今回がね、最終戦というところになりますの で、ここでね、はい、お互い勝って、はい、クオカード、うん、いっぱいゲットしちゃおうかなと、ね、今のところ1枚ですよね、私たちペアは。そうなんですよ。あ、いや、1枚、まだ1枚だけ、まだ1枚だけですよ ね、たった1枚だけなんですよね。ってなると、はい、ここは最終戦、1枚ずつ、はい、行きたいですね。私も当てたい。ありがとうございますね、はい。ということで、今回実践をさせていただきます、はい、ホールさんはどちらでしょうか。アロー法隆寺店さんです、はい。ルールなんですが、はい、最初に、自分たちに与えられた矢は1本、はい、1勝するごとに1本ずつ矢が、追加されまして、合計3本の矢でアローチャレンジ挑むことができます。そのですね、アローチャレンジの的が、サマイスによって変動させていただきます。変動していきます。はい、刺していきますだ。はい、一応ここしかやってないですよ今日。今回そうなんですよ、ここだけよ。前回前々回と、はい、まあ僕のせいでね。いや、そんなことはないですよ、うん、黒バラさんのリノさんのせいで。いや違う、黒バラのリノさんですから。おお、おろ、あそこは、おろろろ、今回は、はい、前回まで黒バラさんって呼んでるんですよ僕のこと。はい、今回から黒バラのリノさんで。ああ、いや嬉しい限りでございます、はい、ということでラバーズさんのはね、おかげで、まあそれでも僕のマイナスでまあここになっちゃいましたから。そうですね、今回はね、2枚以上クオカードを狙うっていう意味で、やはりここら辺は必要かなと思ってくるの で、ね、お願いします。まあなんとかね、いい台見つけて勝ち目指していきましょう、はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。いきますよ、せーの、ガチの概念3本の矢。新年明けて一発目。そうなんですね、実はね、ガスロガイデン3本の収録っすけど、はい、まあ、白鳥さん、はい、年末年始どうなされてました？年末年始なんですけど、うん、もう私実家の手伝いでもう明け暮れてました。掃除したりいろいろ。神社。あ、そうなんですね、ですもんね、神社なので。そう、やっぱり年末年始は忙しくなりますね、参拝とかでね。そう、かなり大変ですよ。かなり大変でしたね。あ、うん、あ、じゃああれですか、まあ年末からそして明けて、はいはい、その1日2日とか3日まではだいぶ忙しかったですね。やっぱりお餅とか食べました？あ、うち餅絶対家でつくんですよ。あ、つくんですか。そうなんで、まあ、何餅食べました？私普通のノーマルの磯辺食べたんですか？食べて、危なくね。僕もね、危なかった。もうね、勢い余っちゃってね、餅かっつってで、あーっつって。いや、甘かったね。よかった、ここにいてくれて。いや、よかった、本当に来てくれてよかった。餅、ね、はね、うん、結構ね、あの年末年始それでね、亡くなった方とかね、いらっしゃるいらっしゃるからね、本当に気をつけないと。飲んで、あー、お願いしますね。縁起物ですからね。で、はい、僕はね、年末年始、はい、あのオールナイトのね、実践をさせていただいておりまして、で、そこでなんと5000枚。おお、さすがですね。勝ちましたよ、うん、オールナイト24時間実践で5000枚勝ち、うん、あー、上手ですね。疲れました、やっぱり。やっぱね、うん、なんていうんですか、もう義務じゃないですけど、せっかくね、その24時間の記念すべきね、そうですよね、はい、まあ、何かを残そうかなと思って、はい、まあもうね、ノーマル A のみですごい、もう24時間違うわ、分回しでした。やっちゃいましたよ、5000枚そんな感じでしたね。はい、素敵な、じゃあ年末年始、うん、お互い遅れたみたいな、はい、そうですね、お互い遅れましたんで、はい、まあ一発目のね、この実戦も、はい、いい結果残るんじゃないでしょうか。そうですね、間違いないですね、うん、ということでね、はい、早速実戦いきましょう。頑張ります、行ってきます。姫、あ、いいんですか、姫、姫、気分いいな、ありがとうございます。ということで今日もよろしくお願いします。今日はカット、レーザーブンチます。あー、1台当たり台あるの？あららら、まあ
あらららまあ、なんか一試合出てらっしゃいますね。すげえ出てる。あらららまあです本当に。ってなってくると、こいつアメンっすよね。で、4台中1台入ってるかも。で、バーサスが1台クソ粘られてるんですよ。で、出てるんですよ。で、なると入ってんじゃねえサンダーってなるんで、ワンチャンここら辺ありそう。これは極端に悪そうだから、うん、入ってんじゃねえサンダーでちょっと触ってみようか。うん、で A タイプ打ちながら確実に期待高い位置とか生まれたら早めだったら移動しようかなと、そういう作戦で、まずはサンダー、サンダーからいきます。うん、あ、ここにしようかな。506ゲームじゃん。まだあれですよね、まだあれなんですけど、他に打てる台に刺せる気がする。私レベルだとやっぱりこれにする。506ゲームなんですけども、北斗の拳、修羅の国、こちらでまずは当たりを目指して頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。それでは150分一本勝負、実戦スタート。今回が新年一発目のガチ動画で収録ということなので、皆様に、いつも番組に来てくださってる皆様にお年玉も兼ねて、クオカードのレベルを必ずお届けしたいなと意気込んでおりますので、ご期待ください。リノさんとのペアはこれで3戦目なんですけども、私プラスにすることはしてるけど矢を当てられてないので、皆様の役には直接的には立てないので、私も的を射抜きたい。私愛の下手なので、やっぱり的が大きくないと今回こそは頑張ります。奇跡的にですね、実戦の方がプラスで終わっているので、今回もプラス目指して頑張ります。もうね、2017年、実際今日収録してるのは11月の中旬下旬頃なんですけども、本当に1年早かった。こんなに早くていいのかってくらい早かったので、2017年もいい年になるように今日はまずは1本目頑張りたいと思います。たまりました。
走りたいと思います。次はシャチにしよう。次はシャチにします。開始でございます。150分一本勝負でございます。まあ今ねノーボーナス228はまってるんで、もう1台が回数ついてなくてこれもついてないと、で隣もついてないんですけど、ちょっとね2台ぐらい打ってみて、まあ香ばしくなかったら、まあ移動しようかなと。でいきなりロココン、まあ、時間効率的にはね、もうこの短杯のスイカを中下段ぐらいに押すのがベストなんですけど、楽しさであれば上がらないよね。まあ時にはバーとかね、バー狙ってもね、チェリー中段バーで大予約になってるんで、全然どこでも狙える台っすね。まあでもまあまあ短杯がね分かりやすいっちゃ分かりやすいんで、まずは短杯打ちながら開かなみたいな、そんな感じでいきましょうか。まあ多分ねこの台がねそんな流行らなかったのは、まあ、スペックも甘いんですけど、その上がね甘いがゆえに上が入らない、プラスそのリーチ目察知とか、スイカの狙い方とか結構大変なんですよねこれ。まあこの短分をちゃんとね枠上ぐらいに狙ってれば問題ないんですけど、まあこれだと単調なんで、あがらな狙ったりすると面白いわけなんですよ。まあ、これは結構ね、あ、出た出た、スイカオアボーナス出た出た、おお、はや、出た出た、288ゲーム、OK。でこれでレギュラーやね、OK。あの。あったあったあった、下皿にあったメダル、東芝2本 OK。 おお、やりました OK。27ゲーム、まあ、バシンでリプレイ対応なんですけど、まあ、外れもあるんですけど、上がっとる、右上がっとるで、スイカが右上がっとるで、うん、まあ、バカ、27ゲーム、あんじゃね、うん、あんじゃねボーナス。
早く消灯してくんねえかな。おいっしゃっしゃっしゃしゃっしゃっしゃっしゃ49。うわーお嬉しいやん。 49 ゲームあるのかね。なんとも言えんけど早すぎた。OKOK。 おっ来た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 。ヨコ君大ショート、これでまあ 10%20% ぐらいの来たのがあるわけなんですよ。ここからどうするって話なんですけど、右でね2画狙っちゃってもいいんですけど、やっぱ俺中なんですよね。おお2画追加をちゃんとね枠内に入れてれば2画でございます。どうする、88ゲームどうする、どうも、もういやまあ嬉しいよね。おあーこっちだった、今タンプイローでやっちゃった、すいませんごめんなさい。88ゲームでございます。やれました、ボーナス。どうしようかしら、これやめてちょっと打った人がパッパッパーンってレギュラーとかパッパッパーンっていかれたらパッパッパーンってなりますから僕。どういたしましょうかね。でもそのビッグ中とかのことを考えるとグースとしては少し弱い感じもしたんですよね。たかだかビッグ2回ですけど、オッケー、とりあえずまあ2000時間あと1時間40分かだから、これいきます、隣行こう。ちょっとね今170分の1くらいですけど、まあ、レギュラーも2回当たってはいるんですけど、まあ、ちょっと見切って速い見切りスピード見切り、うん、隣移動いたします。では隣に、まあ今193ゲームですけど、まあこれで、まあ、頑張るのが頑張れて400ゲームまでかな。で当たらなかったらまあもういい台だとしてもやめるしかないかなと思います。でまあ今左角が、まあ、良くも悪くもみたいな台があるんで、まあ、その台がねスパッと出だしたらやめようかなとも思っております。やめんじゃねえ、やめんじゃねえの、あれやめんじゃねえの。ちょっと待って、これスイカじゃないの、うん、スイカだった。あでもあれが正直いいかどうか分かんないですよね。まあやるけど開いたら取れたらね。でデータがこんな感じっすね。リッククソガル、うん、ガスタン96、まあそのセテ6以上なんですけど、もともとのこの台がほんと軽いんで、分かんないですけどやっちゃおうかな、うん、楽しいな、やっちゃおうかな。なんでここでやめたか分かんないですけどね、うん、まあ、ちょっと多分さっきがデータ的に今193余ってるんですけど、その前が500余ってるんですよ。多分そういう意味とかでなんかちょっと出玉飲まれたからなみたいな感じだと思うんで、まだ可能性あると思うんで、あいつに移動いたします。危なかった、ラストで当たってきました。
ソード、裏の回をできた実践3代目です3箱ちょっと持ち帰ったフランキーセレブレーションでございます。で、まあ打ち方とかなんですが、おっ、あ、今入った、入ってないよな。おお、ちょっとビビった。ちょっと説明しようと思ったんですけど、まあ普通の
オーソドックスなのがこれなんですけど、僕はこれはヤンです。コンドル狙いはやんなくて、青なら狙いかコンドルの上のチェリーを落とす感じですね。こんな感じです。でこの際は、まあ、ダブルテンパリーチ目っぽくなるじゃないですか。これボーナス絵柄以外はダブルテン外れリーチ目チェリーとかね、逆にコンドル狙いとかだったらそのボーナス絵柄が右にないとリーチ目なんないですけど、これの場合はチェリーとかでダブテンはリーチ目で、まあ青なら僕枠上上段ぐらいで押してますが、枠上段に青ならが止まった時点でスイカねえです。この時点でスイカねえでございます。うん、なのでめっちゃ楽、うんうん、この利点ね、青ならのめっちゃ楽、うん、でまあコンドル、まあチェリー落としですねの場合の利点はそうだな、まあ、下段ビタ、コンドル下段ビタした場合に赤七単独、そして赤七一枚役、赤七じゃない赤一枚役が拝めるっていうことかな、利点はね。面白いですよ結構これも。青七狙いの時の注意点に関しましては、青七を枠上に押してしまった時にこの中段、中段にスイカが止まってしまった時は右リールでこぼす箇所は1箇所だけあります。なので中右、まあ、中段にこれですねの時は中右にスイカを狙うというところです。その代わり、まあ、上段に青七が止まった時はもうスイカはないので、まあ、上段ビタしてれば完璧ですよね。とかね。まあ、この台が帳尻が合うかのようにめっちゃガチさんが落ちてきたら僕は死亡です。うん、こいつのね中の設定を信じて回そうじゃないか。うん、まあめちゃくちゃ追加投資になりそうですけどね。おっ、これ枠が光りましたね。これでチェリー追加ボーナスいずれかで、まあ中段なんで、おお入った、当たった当たった234で右に中下段赤7で、中段中リール中段コンドルビタ、はい、でまあ赤7止まってビタして赤7が滑ってくれば赤7で、このコンドルが転破した時にレギュラーが外れれば青7。レギュラー中は、1回青ならを中段に見たで、左リールは中下段にコンドルを目押しして右が青なら赤ならを揃えて14枚役かを1回獲得するとで、ビッグ中はそれを2回行うんですが、ビッグ中に関しましては、青14枚役、青から14枚役が揃う役と赤から14枚役が揃う役、そしてベルっていう三択があるので、中段に青7をビタしてても揃わない制御があるというところですね。なので、まあ、ビタしてても止まらないってこともあります、ビッグ中は。それをね、僕はね、最初ね、俺目押しできねえなこの野郎って思ったんですよ。そしたらそういう内部があって、ああやっぱ俺うまかったんだ、うん、うまかったわけじゃないですけど、そんなうまくはないですけどね、普通ちょっとぐらいじゃないですか、普通ちょっとぐらい、うん、
縮小投資になるか。ああこの前はね最初に言ってなかったんですけど、ベルのね種類が2種類あるわけですよ。で、まあ、青ナラを狙ってた場合は、まあ、枠上に押した場合、下段から、揃うだっけな、下段から揃うベル、そして4コマ滑ってきて揃うベルに設定差があるんですよね。あ、入ってたわ。さっき入ってたか。入った。ちょっと待って、俺ね2ゲーム前ぐらいのリーチ目がすげえ気になったんですよ。あの右上がりのスイカだったんで多分入ったかも、ごめんなさい。あで戻るビッグじゃない。ちくしょう、どうしよう。赤7目指すか、赤7かおなら目指そう。いくで、148ゲーム。マジ止まって、まあ、滑って、赤7。ああ、うわー、レギュラー。どうしよう、これ外れる青ならだったのにな。畜生でございます、本当。マジ速い当たりが来ない、めっちゃ怖い、ほんと。まあ、この目ですね、このベルが強ベルですね、強ベルというか、まあ、ベル AB だとしたら B、 普通のベルではない。あー、いた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 、入った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 、やった。もしかしたらベルかもね。うん、やったやった。この時点で2角でございます。この時点で2角でございます。60ゲームようやく。レンちゃん、あ、もう上がらな、止まんな、ちくしょうこの野郎。おっしゃ、 OK、 どうしようのまま、何ゲームだ、違う、まあいいよ、分かんないちょっと今データ機で分かんない。こうやってね、ベルがね、3種類あるんで、板がね、決まらないわけですよ。その3分の1の普通に揃ってしまうベルを引いてしまうと。で、まあ、あの板をね、練習したい人は、まあ、ここ2コマじゃないですか。まあ、2コマなのかな、枠内なのかな。まあ、僕は2コマで中下段をしてるんですけど、右にコンドルを狙えば、このまま15万円で払い出せるので練習になります。で、コンドルを狙うと練習できますよ。で、これが多分3分の1のベル、ビタをしても揃わないベル、そんな感じですね。さすがに白鳥さんと絡んだ方がいいかなってちょっと思ってみちゃったな、夢中になりすぎた、やべえ、悪い癖が出た。とりあえずなんだこの目は、入ってないよな。これですね、平行ダブルテンパイは外れたらリーチ。じゃあ行こうか。うん、面白いからもう行きたくなくなっちゃったもん。白鳥さんの様子見に行きましょう。今日スイカ引いた。じゃあここで頑張ろう、ラストチャンスだよ。
ありがとう。おー、やった。おー、しゃしゃ、何本です？え、高額だったんですか？高額だった。素晴らしいね。プラスですか？全然余裕でプラスです。僕がね、今ね、プラマイゼロぐらいなんですよ。あ、本当ですか？で、いいクランキーを受けてるかもしれないで、それがいい台であれば多分プラスは望めると思うんで、ちょっと頑張ってくださいよ。すごいね、怖くないですか？まあ、今日は任せてください。ババースデーさん、コミコミ、大当たった。大丈夫、大丈夫です。任せてください。うん、大丈夫、任せました。お願いします。このまま2000万ほどお願いします。そうですね、頑張ります。頑張ってください。頑張りましょうね。はい、ありがとうございます。俺の出る幕ねえじゃねえか、やべえな。これがケツ、ケツじゃねえや、尻に引かれるっていうんですかね。違うかな、わかん、違うな。ラストの奇跡が起こったよ。すごい、グーってきましたね。グーって、嬉しい。私も、271ゲーム、諦めないでよかった。頑張りますよ。
残念ながらこれで終わりか。バトル3回428枚で終了です。そうか、でも当たってよかった。時間が、残り時間がですね、あと36分なので僕はここで終わりにして最後ジャグラーに移動したいと思います。ただあと35分になりましたね。さあジャグラーでまたね、今日私そこ調子乗ってるからまたジャグラーでポポンとペカペカっとさせて行こうかな。どのジャグラーに行こうかな。時間もあんまりないからなんかあれですけど、まあ、せっかくなら頑張れそうな台で打ちたいなとは思うんですけど、あ、迷うな。ちょっともう一回行く。わあどうしよう。あ、もう、ハッピー打ちたいからハッピーする。いつも堀内店さんでハッピー出てるイメージも強いし、これで行く。で、他に良さそうな台が空いたらまた移動するとして、次はこのハッピージャグラーで行こうと思います。もう僕の手汗で台がべちょべちょですよ、本当にマジで手汗本当にやばいんだよな、俺昔から。もうめちゃめちゃですよ、もう外れて。あー、ちょっと待って待って待って、目押しミスったんかいね。どうなんかいね。やーべー、手止めれんか手止めれんかった。狙っとこう。なんやねん。あー、1万円なのかな、そうなると。うん、1枚役だった。見せたかった赤コンドル青ナラの1枚役を逃げフリーでやっちまいました。チキショーでございますけども、98ゲームビッグ。おっ、来ちゃう、ヤゴしちゃおうかな。おっ、まあ、この時点でチェリーオアボーナスなんですよね。あ、リプレイが上段にテンパったでしょ、これチェリーです。だから結局この逆押しの僕の楽しみ方は逆押してたまるわけでしょ。で、滑ってきたらスイカなんですけど、スイカオアなんですけど、止まった時点で、まあ、コンドルをビタするでしょ、止まった時点で威嚇する、そういうね楽しみもございますよ。正直ボーナスはね重いわけですね。まあ打ち始めた時がいつだったっけな、まあでも90いくつとかって言ってた時のやつシャーシャー何ゲームだい、投げ45、よかった、早かった。まあ押す箇所によっては赤を引っ込めないところで押してたかもしれないんでまだわかんないです。とりあえず赤止まんないでほしいな。うわ、止まるか。 OK、 上がらな、やった、またまたいい感じで当たりましたね。このね、子役ナビモードみたいなのが発動するわけですよ。一応ここ書いてあるんですけど、
ど、まあ、結構もうどこのサイトとかでも書いてあるかもしれないですけど、最初の2回に秘密があるよってここに書いてあるわけですよ。なので今2連続でね、見た、まあ青14枚いけたんで、オンパラどうなるんだったっけな、スイカが完成ナビとか、なんかそういう特典があるんですよね。これ何だ何だあれ、大丈夫だよな、うん、チワチゲーム、まあ転売したんでね、利確でございます。で、まあね、まあ右赤なんですけど、多分赤なのかな、これ。あ、俺目押し見せてんのかな、それとも青ならか、青ならかな。あ、ちげ、ちょっと待って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 、あ、コントロールでした。 OK、 無休ゲームでございます。484枚で、まあこれでね、下皿パンパンでございます。で、残り実践時間30分、 あるんじゃない、うん、大丈夫じゃないのと、やっぱいい台になんじゃないのっていうところでございます。で、いきなりナビったな、ナビりやがった、うん。テンパったら2ゲーム連でございます。あらららら、あららら、まあ、あ、こうなるからおもろいっすよね、結構こういう意味では。あれ、まだ継続してる、あら OK、 5ゲーム、すげえな。先ほども言ってるんですけど、レギュラー中はその3分の1の、まあ、見た人も揃えられないベルっていうのが成立しないので、レギュラー中は失敗したらお前が見た失敗したんだよっていう、うん、ことですから。1ゲーム、ピカリ、ボラじゃないっすは？はでございます、はでございます。こういうことじゃないでしょうか単独でございますかね。1ゲーム連でございます、あざます。ドル箱でございます。おお、1ゲーム連しまして833枚、瞬発力が半端ねえでございます。おおおおおおおほう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 23ゲーム、あららら、まあ、あららら、まあ、OK、カンストでございます。39な。
ございます。ラスト終わり、これやね、最後中段チェリー、中段チェリーなんて役はないけども、うーん、ズドンはなしと。はい、ということで、実践時間が来ました、終了でございます。ということで出玉流して、まあ、結果的にですね、先ほど白鳥さんと話した時も大丈夫そうだった、うん、なんで、まあ、とりあえずはねエンディングで、結果を報告してアローチャレンジ挑みたいと思います。お疲れ様でした。それではハッピージャグラーに移動しました。残り30分ですね、頑張ります。お、ブドウ外れで当たった、嬉しい、やりましたよ。356ゲーム、あとはビッグでありますように。これビッグだな、やったー、ビッグボーナスでした、見事。危なかったの、ちょっとドキドキした。残り20分なんですよ。ちょっとね、このまま止まれて終わったらどうしようってちょっと震えてたんですけども、無事に356ゲームでビッグボーナス当てられました。よし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 、もう一回頑張ります。やった。5ゲーム、まさかの5ゲームよ、ビッグで。やった5ゲームでボーナスゲットで加えます。お、当たってた、64ゲームです。よっしゃ、今回もビッグがいいな。あー、今回はレギュラー、64ゲームレギュラーボーナスです。あー、レギュラーだ、16ゲームレギュラーボーナスです。滑り込みで行こうと思ったけど、ここでタイムアップということで2戦終了です。いや、今回はジャグラーに移動してビッグ2回レギュラー2回を引いて出玉の底上げができたかなと思います。ということで今回も張り切って出玉の方を流していきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、ラバーズさんと黒原さんの実践終了いたしました、はい、かなりね。あ、これはもうお互いさん付けでよろしいですか。そうですね、なんかね解消っていうことはこういうことを言うんでしょうかね、うん、と思います。まあ、私もそんな感じで。じゃあ早速僕から結果の方をさせていただきたいと思います。投資が200枚、回収が989枚、3枚がプラスの789でございました。すごい。いや、もう状況を見た時にその A タイプ
が、あの各機種ですね、強い機種あったので、うん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 、それでサンダーからスタートして、うん、その途中で、クランキーセレブレーションリーダーが空いたので、まあ、その台をねずっと打ち続けたわけなんですけど、はい、まああれは本物だっていうことでしたよ。まああの時間帯でね800万円弱ですかプラスになったので、まあ上2つはあったんじゃないかなと思います。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ようやくプラスになりましたね僕ついに。まあ、前回もね、はい、花火の外れ台でね外れな感じだったんでね、ついに良かったです。黒バラのねお名変調ということで、はい、黒バラさんに戻れました。黒バラさんですねはい良かったです、うん、はい、ありがとうございます、はい、あじゃあ白鳥さんの結果は、はい、本日今回ですね投資が250枚、うん、回収が1877枚ということで、うん、1627枚かな、うんうん、あららら、まあでございますね。すごいね。やりました。こうなると2人トータルで2100枚ですね、2116枚かな、うん、のプラスだったというところなので、はい、矢がねプラス1本1本で3本でございます。うちらが目指してたもの、はい、このねその2人での最終戦、はい、いい形で終われるんじゃないでしょうか。そして的のね大きさがプラス2100枚なんで、だいぶすごいよ、ね、当たんなきゃ話になんねえぜマト、うん、当たっちゃうぜマト、うん、っていうのがね、はい、出来上がりましたよ。よかったです。最後にこれはもうね今日、まあ、シャラトリさん1600枚いったんですから、はい、っていうところでもうこのままね2本打ってもらいたい。で僕はもう確実にもう1本取ります、はい、やった、うん、だからもうそのまま2本取っちゃってくださいよ。いい白鳥さんも、うん、じゃあ OK じゃあ2打ちで行かせていただきたいと思います。お願いします。ご期待ください。いいっす。お願いします。これは当たるで。じゃあだからさあのちょっと待って、ああマジでダメマジで当たったらダメ。ちょあなたさ前回もさ俺回した瞬間に打ったでしょ俺離れた瞬間にもうほとんど打ったね。これ当てんと。いやちょっと待って、いや待って、ほんとに打ったありえないですけど。いやいやでもまあ結果出ちゃったんで、まあ、嘘ですよ。もう次は僕が当てる。これしゃーないから。いやほんとごめんなさい。じゃあほんとわざとじゃないから。いやいやいやもうちょっとで頑張ります僕が、はい、お願いします。当てたるでいきますよ。はいはい、オッケー。あーうまい。綺麗やね。あ、わかりました。そういうことか。いやこういうことかじゃない。そういうことか。だからそういうことなんですよ。そういうことか。回した瞬間打ったら当たらないんですよ。的にね定めてね。で、まあ、白鳥さんがこれでね、はい、2本目、はい、次はもう当てちゃってくださいよ。はい、うん、まだ1回も当ててないんで、まあ、今日お願いします。はい、はい、すぐに打たずに絞ります。なんてさどれ。あーあったあったあったギリ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 喜び方が半端ない。ということでギリギリでしたが、なんとか白鳥さん僕で1枚ずつですねゲットいたしました。やらしたね。よかったね。本当にほっとした。ということでクオカード2名様ですね、よかったプレゼントになりました。よかった、本当によかった、まあ、最後にねこういった結果になって、はい、まあよかったかなと。本当よかった。まあちょっと一発は外しちゃいましたけどね。うん、3枚プレゼントしたかったけど最低限と、はい、最低限じゃねえけど2枚はねプレゼント出てから、はい、できたからよかった。本当によかった、はい、ということで今回のガストロガイド3分目はここまでになります。またですね次回もお楽しみに。それじゃバイ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 。サバージェンの七瀬静香です。黒バラ軍団の次郎です。よろしくお願いします。お願いします。イエー上がる。あれなんかレインボーだった。当たり入ったないのに。ズボンが上がりすぎたのか。
頑張りフリーマガジン九州版が2017年1月27日に登場します。イエーイ。ホール情報やジャンバリの番組情報、グラビア、ポッカ吉田さんの書き下ろしコラムなどなど、お得な情報が盛りだくさん。え、てか皆さん、俺たちのこと知っとうと？フリーマガジン乗っとうけん。え、それ今日持ってきとうと？持ってきてない。 Why?